にちは、赤ちゃんです。今日は赤ちゃんスクイーズアグリーベイビーズの面白い台を見つけたので撮っていきたいと思います。じゃじゃーん、こちらドリームキャッスルです。今回のアグリーベイビーズとか関係なく、この台はね、個人的には結構撮りやすい台だと思ってます。過去にね、海外組の時とかもこの台紹介してると思うんですけど、そしてしっかりと大きいサイズのアグリーベイビーズもいるし、あとなかなかアグリーベイビーズで見ないドリームキャッスルっていう台になるので、変わってて面白いので今回こちらを狙っていきたいと思います。大きさがね、3種類ぐらいあるんですよ。すごくちっちゃいの、ちょっと大きいの、中くらいのみたいな。まずは一回やってみて、ボタンを押した時にどこの景品にぶつかるかをしっかりと見ていきます。最初にね、さあどうだ、赤色のバーが徐々に落ちてきた。あー、はいはいはい、サンタ帽子をかぶったちっちゃい赤ちゃんに当たりましたね。それがボタンを押した時にどの辺にいたかをちょっと予測して、ここから微調整していきます。はい、狙いの大きいサンタ帽子の子に当てることができました。狙い通りではあるんですけど、ちょっと中心側に位置してるのが少し懸念点かな。まあ今ので結構外側にずれたので、また大きいサンタ帽子をかぶったスクイーズ、タイミングが分かってきたのでタイミング合わせていきたいと思います。さあヒットしましたね。ただちょっとスカスカかな。もう少し詰まってる、かつ外側にあるサンタ帽子の子を狙っていきたいと思います。あー、大きいサンタさんに当たったけど、あー、ちっちゃい子が来ましたね。まあちっちゃい子でも取れて嬉しいです。ですがせっかくなので大きいサンタさん狙っていきます。あそこ2個くっついてるから結構狙い目ですね。さあタイミングはだいぶ分かってきたので、ここだ、いいと思うよ、いいと思うよ。どうだ、うわー、もうあとちょっとだった。もうあとほんと数センチずれてたらゲットできてたね。うわー、惜しい。まあ狙う場所はね、大体分かってきました。どうだ、いやー、まあ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 ね、狙いとしては大丈夫。ただもう少し景品がね、端っこの方にいた方がいいですね。真ん中だと景品をね、長い距離を押すことになっちゃうので、長い距離を押すほどやっぱなかなか難しくなってきますよね。さあ行きます。どうだ、おおお、あれあれ、おおおお、あれあれ、おおおお、やったー、ゲットしました。うまくね、大きいやつが2個重なって2個とも押せてたからね、かなり良かったね。運が良ければ2個落ちてたかな。まあまあまあ、大きい赤ちゃんスクイーズゲットです。両方サンタさんのコスチューム着ててもう最高です。やったー、じゃじゃーん、ゲットしました。こちらです。このまずちっちゃい子も両方サンタさんバージョンが取れてよかった。今まで持ってるちっちゃいスクイーズはこっちね、サイズは同じで本当にサンタさんバージョン、クリスマスバージョンになりましたね。こんな感じです。ムニ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 、同じですね。平べったくもなるし、また同じだね、伸びます。やっぱ手足はゴムで、体と頭にこういうスクイーズのムニムニが入ってます。はい、体格のいい逆三角形なサンタさんです。さあこちらですよ、開けます。じゃじゃーん、おー、あ、サンタさんかわいいね。ちっちゃいのと比べるとこの違いで、大きいのと比べるとこうですね。ちなみにこれ最近ビレ版で見つけたんだけど、ビレ版で2000円で、前回2000円でゲットしたから、まあトントンかなって感じでね。今回600円でこの2個だから、かなり今回は得してる。やっぱあの台はいいですね。こちらですね、パンツと服も脱がせられるかも。服もほらビヨーンって伸びる。服も脱がせれます。帽子は無理かな、帽子は無理です。帽子はここまで。かわいいね。手足にもスクイーズ入ってます。足ムチムチ、このムニムニの手引っ張ります。まあ、伸びますね、伸びるし、まあ、ちょっとねこのサイズ落としたことないから落としてみますか。やらないとは決めてるんですが、いきます。はい、へこみますね、ちゃんと。これぐらいのサイズ感だとお家の中でもこうやって落としても遊べますね。ちょっと戻りが悪いかも、あのすごいみっちみちに詰まってる感じがする。
だから形をねすごく変形させられる。ほらこんなに変形するの見たことない。ちょっとなんか違うね、すんごい長いもん。ほらで戻すときに、あーほらなんかなかなかうまく戻んないわ。あこれ戻すの難しい。でよくコメントであるこう振ればいいってやつもできない。これは振っても何にも変わんない。これほらこっちはねもっとサラサラ、中身がこうぐちゃってなってもこれで元に戻る、こうぐちゃってなってもすぐに戻る。これはもうなんか雪で例えるとめっちゃびしょびしょになった雪みたいな、びっちょびちょの雪が中に入ってるからこうやってもね全然戻んない。ちょっと本気で戻そう。本気で戻すってなると、あやばい、あ本気でも戻せないかもこれ。ちょっとじゃあ結構時間かけて戻すとしたら、ちょっと顔がいびつ、なんか本当に水を含んだ雪を丸めてるイメージだね。水を含んでるもんしっかり。あこんな感じかな。はい、こっちはねその雪で例えるんだったらもうサラッサラの雪、なんなら潰してもさ何にもしなくても大体元に戻る。ほらあこうふわふわ、ほらほらほらかわいいっていう感じで、ちょっと質が違いますね。完璧に戻すのがなかなかに難しいですね。でもクリスマス仕様で可愛いですっていう感じで、今回はこちらのクリスマスバージョンの赤ちゃんスクイーズゲットしました。アグリーベイビーズ本当今いろんなお店にあるので、皆さんぜひ取りやすい台をしっかりと見極めてやってみてください。やっぱりこれはこうやってウィーンってるやつは僕はかなりおすすめです。この動画が良かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。